はようございます。基礎科日曜クラスの国重美里と申します。本日はこうして修了講演の場をいただき、そして足をお運びいただき誠にありがとうございます。ただいまより酒の歌、男の歌を上演いたします。どうぞごゆっくりご覧ください。番頭で収まってあるけど、あの時大勢の前吉さんが、おきみち危ない、走ってきた馬に蹴られそうになったおきみさんの身代わりにならなんだら、この沖内にはおれんようになってたんだちゃうかい。へえ、サイドマス、もし父さんが馬に蹴られて今の前吉さんみたいに頭の回転が緩いならってたら、わてはどっかの池ゆかんでんのならんとこでした。せやろ、やったら身代わりにならはった前吉さんのためにも一肌の分も当たり前やないか。へえ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 、平和ケツから出るもんだけでええねん。そんなええわ。一体誰やおきみさんの相手に。それがようわかりまへんねや。多分この大人のもんやろとは見当つけてますんやが。この大人のもんがおきみさんの相手というんか、ならあんたの知恵で放り出すことかってできるやろ。一日も早う見つけ出しておきみさんと手を切らしてくれ。そう、それでも父さんと打つ気を出たというだけでは。なんや、でけんとやんか、でけんと。パンゲンさん、そのオッケーな声で。オッケーな声は地声や。それとも大膳が今まで譲りしてきやったかね。耳そろえて返さはりますか。ちょ、それはな、無茶な。なんなら私の言うことを聞いてこの縁談まとめるのに力貸しなはれ。まとまったらあんたにも損させへん。またいの顔立つようにしたってえな。もうどっかしたり泣きついたら忙しい人やな。もうまあよし、なんとか力になりまへよ。いかん、誰ぞこっち。谷口さん、ちょっとこっち来たくなはれ。富蔵さん言うたら
お酒のこと一本やりぬえらい肩をつやを褒めたのに、父さんと出てたやなんて、人は見かけに恨むもんや。けど父さんが言い出しはったら、もうどないなんの。今でも大概左前にひしく吐くや言うのに、後継ぎに来はる大膳の若旦那さんも、これでしまったら、これ、えらいことになるがな。どないしたらええやろ、どないしよう。起きよ、何をしてる。何やその罪は。あ、万藤さん、ちょうどええとこへ、実は。何やで、富蔵が。あ、タルゲンさん。喜んどくんなはれ。わかりました。相手がわかりましたよ。誰やそいつは。当時の富蔵です。富蔵そや、ええことがある。いや、その罪、富蔵の氷に忍ばしたけ。富蔵さんの、ほいでどないしありますか。ええから、行け。へぇー。誰けんさん、こっからが見物でおまっせ。そやな、しっかりやってや。おーい、みんな、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。番頭さん、大きな声でどないしありましたんや。今ちょうどみんな手が離せませんのやか。せんたか。まあ、お前なら一番好都合や。ちょっとご両さん呼んできてくれ。番頭さん、日頃にのご機嫌斜めのようでおますけど、何がありましたんや。また金貸しの原石が最速に来ておりましたんか。いや、今日はそんなこっちゃない。いいえ、そんなこと思わず。え、ゲンスキー番頭さん、今日という今日はたとえ利息の分だけでも払ってもらわな、わてが首をくくらんなりまへんねん。さあ、払ってくれな。どうだときに面倒なやつが引き去った。え、なんで思わすん。あ、いや、いや、なんでもお前。あれだ、今はちょっと取り込んで、まさかいどうぞ出直してくんな、あれ。そうは参りまへんので。番頭さん、まさに確か命子入ってありました。命子って死んだら銭がもらえるとかいう。そうです、入ってありましたな。へえ、それがどないぞしましたか。番頭といえば主。番頭の責任、主の責任は番頭の責任。おきねえさんが借金払えとなったら、あんさんがその命を。ちょちょ、相模藩、そんな、あんたどこぞの何とかいう氷菓子みたいな言うこと言いはんな、もう。けど、あろてもらうのどむなら。そらそうだ、さて、あんさん、全部どないしよ。なんで番頭さん、おっきな声で、母屋まで丸聞こえ出すかな。相模藩、あ、いたいたいた、かも、まだすぐ攻撃だ。お待ちなはれ、おるわさん、取ってくんなはれ。さあへ、お前まで一緒になって止めることあるか。それが、もう、えらいことが露見いたしまして。何やえらいこと。実は、父さんが彼とに誘わかされて、お家を出はたらしよう。君が何を見た。誰が、誰がお君。あ、まあまあまあ、今はとにかく、父さんが立ち寄りそうなところをみんなで探すのが大事と思います。誰がそそのかしたのかは、後でしっかり調べさせてもらいます。あ、センター、忙しい野郎がみんな起きるで探しに出てくれ。へえ、相模屋はんってこんなとこで何してんねん。一緒に探してあげてえな。もう言われるまでもない。おきみさんも大事な金づる。え、そうでしたろう。時代劇では可愛い娘が借金の方に売られゆくもんです。えげつな。まあ、とにかくみんな急いで頼むで。はい、父さん、おきみ、おきみ、お前は何ということを。あ、これはこれは、大膳のお水さん、それに善吉さん、えらいお世話かけありがたさんでございます。お世話でも何でもあらしません。ちょうど大阪から船で帰ってきたら、船着き場でなんやそわそわ落ち着かん様子の女子はんがいてはる。誰かいな思ったら、おきみさんや。痩せても枯れても。え、ああ、ごめんやす。いえ、
芝居が好きになったんや。これ男物の着物。男物の着物。さてはこの着物の持ち主が父さんをそそのかしたんやな。そそのかしたんやのうて、うちが自分から出て行こうと思ったんや。それ何を見てるんや。父さん奥へお世話して。奥へ来るや、一人で行ける。もうさ、これはこれは大前の前吉さんに、お隣のべっぴんさんはおみつさんで、今日はまた何で起きないなんで言うことありますか。あんさんに口聞いてもろて、どんだけ日にちが経ったか分かってなはんのか。いつになったら拉致開くんやと善吉がイライラしてるのを見ると、私もいたたまれん思いで、おきみさんの口から直に聞かせてもらいたい思いましてな。カルゲンさん、あんたいつもわてのことおっとりしてると言いなはるけど、あんたも大概おっとりしてなはるな。アンさんがうじうじしてなはるよって、おきみさんに悪い虫がついたりせないとっちゃいますか。いえいえ、そんなことめっそもない。悪い虫やなんておきみに限ってそのもん使わざらしまへん。おきみはもう開けても来れても善吉さんのことばっかりで。そんならなんでもっと早ううんと言うてくれはらへんのです。いえ、それはそのそれは父さんはえらい家族の方を思わせてな、いつもこない言うてはるんです。今の沖縄は大前さんから行さんのお金を融通してもろてる。私は好きな善吉さんと一緒になるんやからいいけど、お母さんはきっと世間から借金の総裁のために娘を嫁にやったと言われはるんやないかと。姉ちゃん、総裁って何。お互い差し引きゼロになること。わてがおきみさんと借金を機会に嫁にもらうということか。タルゲンさん、あんたそんな取引してはりましたんか。いい、わてはそないなことこっから先も言わしまへん。まあまあ、こんなとこで立ち話になります。とにかく奥へ上がっておくれやす。善吉、捜査してもらおう。うん、わかった。さあさあ、どうぞ。タルゲンさん、アンさんも。おおきに。どうぞ。番頭さん、大前さんが沖縄さんの後ろ盾と思うんしたか。そんならそうと早う言うてくれはったらいいのに。おみつさんやったらいいな。おみつさんおみつさん、おみつさん、この人相模屋。でもしょうがない人やな。前は今はそれどころやない。おみつさん、おみつさん、とみぞ、お前大それたことをしてくれたな。お前の氷にこれが隠してあった父さんの着物よ。もう言い逃れはでけん。いや違う、わいがそそのかしたわけやない。言い訳するな。わしら二人は子供の頃に沖縄の旦那さんに拾い上げられ今日まで育ててもろた。大前の若旦さんは父さんの命の恩人。一日も早う若旦さんがこのうちに収まりはるように、沖縄が以前のような店になるよう頑張ろうって約束したこと忘れたんか。せやさかい前は父さんと一緒に逃げなん。逃げんもんがなんでこないだ風呂敷持ったのや。ええ加減な言い訳するんやない。何や、お前が先に立ってわいを殴るんか。他の誰に殴られても辛抱するけど、親に死なれてたった二人の兄弟やないか。かばいようて生きてきたその弟の心がわからんか。センター、お前ではなっちゃあかん。富澤、お前は新しい酒を作りたい。そんな綺麗な酒を飲んでもらいたい。そんな言うて夜の相場で酒蔵で夜鍋してるんかと思ってたら父さんと相引きか。その上父さんそそのかして駆け落ちたわ。お前のようなやつうちへ置いておくわけにいかん。とっとと出て行け。健太来い。
藤さん、堪忍、風呂敷こんな風に使われると思わんと、あんたの氷に入れてしもった。堪忍して。ええねん、お清さん。もうええねん。ええねんってあんた、これからどこへ行くつもりよ。父さんのこと忘れられるんか。ちょっと待ってて、せめてもの罪滅ぼし。父さん呼んでくるよって、ここで待っててな。清さん、かの誰に何を言われようと我慢するけど、兄やにはわいの本番の気持ち分かってほしかった。このままでは電気師さんと一緒にならないか。うちを電気師さんに押し付けて、あんたはそれで何ともないのか。そのことは前にも言いました。待てには今日まで考えねえって言ったお先がおります。大きな樽の八分まで残った動力のたった二分ほどの上澄み、それも透き通らん鈍い色、あれをなんとか澄み切った綺麗な先にせんならんと。それは今日まで何十年何百年、関心ある人が考えて考えづけやなくだ。それをわてにはできんと言わはりますろうか。あんたは白状の人や、前吉さんの方がまだましや。父さんのためとはいえ、あの先を、わてには先は捨てられまへん。あの先を澄み切ってきれいにする夢は捨てられまへん。白状も。白状やない、それが男の夢、男の歌や。男の夢、男の歌。わても造り酒屋の息子だ。わてもその夢見続けてる。あんたも。なんで笑う。頭の巡りが悪いもんでも、綺麗に澄んだ先の夢を見るのは当たり前だ。これをなんとかできんかとわても考える。巡りが悪うて時間がかかっても考える。それが男の夢や。これを見事にやり遂げたら、その時歌う男の歌や。それこそ夢の、また夢や。わていつも思うねん、小便のこと。なす小便で。どぶろく飲んだ後でする小便も、澄んでるときと濁ってるときがある。なんでやろ。どぶろくと何を食べたとき、澄んだ小便になるんやろと。確かに、アンさんの言うことも一つの理屈や。分かってくれますか。アンさんの考えとはまた違うてるかもしれません。けど、お互い違う道を行って、早いこと見つけた方がおきみさんと妙手になるというのはどうだす。アンさん、本気でそないなこと言われますのか。積んだお酒ができたなら、おきなやバンバンだい。お手紙教室に入らんでも、おきみさんは幸せにできますやろ。おきみ、アンさんのご向上、死んでも忘れまへん。礼を言うのはまだ早いと思いますけど。あ、せや、ブランさん呼んではりましたえ。へい。善吉、あの約束してほんまにええのか。富蔵さんは立派な当時、あんたは酒仕込むこともできへん。あんたはおきみさんの命の親や。みすみす富蔵さんにおきみさんを譲るつもりか。命の親なんて、わては一回表しまへん。酒の仕込みはできんでも、仕込んだ酒をどないしたら進んだ先にできるのか、先に見つけた方が勝ちだ。そんなこと、いつのことやら。見つけんうちに年取って、おきみさんもおばあちゃんになるかもね。そうなったら二人揃って、奪った山へでも行くか。アホなこと。さあ、奥へ戻りましょう。わて、もうちょっと外の風に当たってる。一人で大丈夫か。ああ、旦那へ。外の風に当たって、頭冷やした方が巡りがようなる。そうか。ほな、先行ってます。ずっと酔いせんか。えらい終わり方や。ブランさん、そんな悪いことしたんやろか。ブランさん、どないてはりました。やっぱり番頭さんと一緒だ。今日ばかりで暇をやると。あてからもう一遍頼んでみようか。
を機に、安さんのご親切は忘れまへん。けど、それには及びまへん。これからどないするねん。7つの時から十数年、ようよう酒の仕込みが分かってくると、あの酒、なんとか澄み切った酒にできんもんかと、エルバンで恋の樽のも、樽へ登って工夫し続けた夢や、酒のある限り、どこへ行っても決して忘れ。純吉さん、もう会うこともおまへんやろ。ご恩を忘れまへん。けど、せめて別れにもう一度。おきみちゃんか、呼んでこようか。違います。別れを告げたいのは仕込んだ金を差し出す。無理もない。ゆっくり名乗りを惜しみなはれ。わてがここで晩してやる。おおきみ、
私がやりますのに。気合い、足や腰の痛みは昔からツボを心得てるよ。では、お願いします。ところで娘さん、若い二人がどこまで行きなさる？彦根まで。彦根、そら大変や。しっかり団子食べていきなはれ。ありがとう。ここのお団子ほんまにおいしい。できればお土産に持って帰りたい。あんたもう食べたん？早いな。そうか、ほんまにおいしいやもん。どうしちゃいました？急に涙ぐんだりして。実は高校先で父親が帰宅やと知らせが来ました。そうか、お父さんだな。それは心配だな。さあ、できた。あんたら五階高校に行くの？へえ、今日の西新人か、懐かしいな。お兄さんも京都に。あ、いや、昔ちょっと。なあ、お姉ちゃん、これ、ほんまにお土産にあかんやろか。そう、どうやろ。大丈夫、今日中に彦根に着くなら、柔らかさそのままで食べてもらえます。まあ、そうですか。そんなら、2人前ほどお願いします。はいはい、ありがとう。ほな、さっさとに。下のおかげに行きました。ありがとう。その先ですにも水に行きましょうか。いえ、これはお水やないんです。実はそれも父親へのお土産で。あ、釣り米か。どんなす、釣り米言うの？知らはらんか。昔から小作の百姓なんかは汗水垂らして米を作って、我がの口に入るのは泡や冷え、一生に一度くらいはというんで、死にかけの親の臨終にこうやって米を五六粒、そんな筒に入れて、それをお父ちゃん、聞こえるか、これが米やで、米の音やでって聞かせてる。そういうことか。哀れな話や。いえ、そうやないんです。これお酒ですね。釣り込めって言うんやったら、これは釣り酒ということになりますやろか。お父ちゃん、お酒が大好きで。そうか、お父ちゃんきっと喜ばはるで。あ、おきに。それに、これ、酒は酒でも、この酒は特別です。特別？へえ、これは伏見の武田街道脇にあるお店でしか売ってないんです。武田街道脇の酒？このお酒、濁ってないんです。透き通ってますね。なんやて、透き通った酒？ちょっと汗とか。いや、やめてください。これは大事なものなんです。そんなこと言わんと。あ、口だけ。富澤さん、あきらや。お父ちゃんのロマンでも分かってます。これは武田街道の。武田街道の上にも春という酒だす。富澤さん、なんでそれは。わかりますとね。17年、朝に晩に輝く海であった匂いや、沖縄の梅にも春。ほんまや、ほんまに透き通ってる。あの当時の中で、そんなことができる男は、兄貴か、五助か、いや、海地か。できんできん、あいつらにはとても考えつかんこっちゃ。ひょっとして、アンさん、沖縄へ追い出されたという、あの当時の。そうやったんですか。それで京都に行ったことを隠そうと。私も噂でしか聞いてませんけど、アンさんが沖縄へ追い出されて、その後養子の前吉さんがこのお酒を。まさか、あの人にそんなこと。でも、あの時約束した、どちらか早う透き通った酒作ったものが、お姫さんと見送りになろうと。わてはこの1年半、一体何をしてたんや。君さんのこと忘れてたというんか。アホや。
コードあんなコードなんて。私は大膳のボンボンの仲人は知ってるけど、あんたとこの借金取りの手伝い、こんなもんしてへんで。そいや、あんたとこ借金もうきれいさっぱり済んでるやろ。ああ、そらもうここの家もええお酒が出るようになって日の出の勢いや。なんもお前、ならもうええやないか。いやいやいや、わたいの聞きたいのは、アンさんがまとめに入っても3年や。どぶろくがきれいな酒になったんが1年半前。沖縄の景気がようなったらすぐに婚礼になると思うとりましたのに、なんでこないの備えるんかいな思って。いや、それが話は一旦決まったんやけど、そっからの1年はなんでかわからんけどボンボンが伸ばしはったんや、うん、本人で聞いてくれ。あ、春玄さん、ゴリオさんがまたありますよ。おー、ゴリオさん今どこに？突き当たりです。大きい。いいね。なあ、おきよさん。あんたなら知ってるやろ。前吉さんが決まった婚礼をなんで1年も延ばさなったんや。ああ、それは富蔵さんが帰ってからというのがだんだん伸びて。富蔵、あの暇を出された男か。しまった。知らん知らん、わては何も知りません。はい、知らんはずない。あんた知ってんやろ、あの前吉さんが透き通った先をどうないして作りはったんだ。知らん、あ、知らん、はい、あ、ここでに、どこにだったひょくれや。まさかそれを聞いて他の家
にせえ言うたりせんやろ。言わん、死んでも言わん。それはな、はいやん。はい、藁を焼いた後にできるはいやん。あんたが出て行った後で富蔵さんがはしごに戻って酒樽に灰を焼いてはったんや。当時でもない善吉さんが酒樽に登って春の不思議に思って覗いてみたら灰が入ってたんや。そら最初は大膳が沖縄を潰すんかと善吉さんに食ってかかった。善吉さんはただ頭を下げてはったんや。まあいいよ。え、その灰へ。まあいいよ。なんやて、なんでまたお前が灰を。ありゃ、すまん。あの時みんなからバカにされて身内の兄やんまでも見捨てられたと思うと腹が立って沖縄なんて潰れてしまい、先を親にしてろと灰を放り込んで。お前というやつは。けど結果的にはそれが良かったということや。それやったら、なんで善吉さんはあの時自分がやったんやないと言わはれへんかったんで。ひょっとしたら。なんや。あの時善吉さんは、わてが酒樽に灰を放り込んだのを見てはったんや。それで。それで、お前をかばうために自分が放り込んだと言わはったんか。なんで、富蔵さんがやったって言うたら、父さんそそのかして駆け落ちしようとしたり、その上酒も和役者にしようとした。富蔵は沖縄の恥、千吉さんは大手を振って向こう入りできるのと違う。あの時約束したんや、二人で澄んだ酒を作ろうと。どちらか早いものがおきみさんと見送りになろうと。その約束を守るために千吉さんは。おめでとうございます。おめでとうございます。お前、何しに戻ったんや。富蔵さん、一通りを見て、くしゃいの方向を見つかりました。そやないねやったら、そのまま出て行って。うちやりの、千吉さんと一緒になれること、嬉しいかなでます。父さん、実は。おっきいおっさん。千吉、黙ってお姉ちゃんと一緒に帰ろう。そうやな。なんのすねんな、二人とも。ヤホカラ坊主なの、飯田さんなんです。なんぞ、うちにおくと思ったの。いいえ、そんなことありゃしません。実は弟も富蔵さんが帰ってきはるのを待ってたんです。そうやな、善吉さん。富蔵さん、1年半前、2人がここでした約束、実は私も聞いてましたんだ。善吉が酒に灰を放り込んで透き通った酒をこしらえたと聞いたとき、耳を疑いました。けど今、富蔵さんがやけくそな気持ちで灰を放り込んだと聞いて納得しました。皆さんがおっしゃるように、ちょっと巡りの悪い弟ですけど、大膳の酒樽ならともかく沖縄さんの酒樽に灰を放り込むような真似、私は最初からおかしいと思うとりました。ほな、富蔵が灰を。富蔵さん、あんたの手柄を横取りするつもりはこれっぽっちもなかったんや。あの時あんたが酒蔵出た後で虫のせらせやるかと梯子に登って酒樽を覗いてみたんや。そしたらもろみの上が灰だらけ、ありゃーと思ってるところに当時の五助半乱に見つかって、どないようかともごもご言ってる間には手が犯人になってしもうた。これでおきみさんとの祝言もおしまいやなと思ってたんやが、手が犯人やと分かってからみんな冷たい目で見るのに、おきみさんだけは今までと変わらず声をかけてくれた。灰をかぶった先が透き通った先になったのに驚いた。途端にみんな祝言祝言と騒ぎ出してやが、ひょっとしてあんたが帰ってくるんやないかと今日まで祝言あげずに待ってたんや。あんたが帰ってきたんならおきみさんの相手はあんたや。ちょっと待ってくれやす。確かにあの時、どちらか早う透き通った酒作ったものがおきみさんと病気になると約束しました。けどそれは、わざと善吉さんとの約束だす。父さんはいてはりしませんでした。証人というなら、私が聞いてましたえ。証人やまへん。父さんのおきみさんの気持ちだす。酒樽に灰を放り込んだのもあって、その結果透き通った酒ができた。
そのことはよう分かりました。そこで父さんに一つ聞きとおます。他に何を？父さんはさっき善吉さんと一緒になることが嬉しいとおっしゃいました。あれは嘘よ、おまへんな。もう風と駆け落ちする気なし、おまへんな。富蔵を堪忍して。この頃の私は染めにかけてるケアのためにせいぜい夢に行かんならんのが悔しいって悲しいって、一日も早うこの家を出て行きたいと思った。今富蔵がそそのかしたんやろうて疑わずかから。お母さん堪忍して。ほなわしらは富蔵に謝らないかんかな。そのことはもうよろしいね。大事なのは父さんがほんまに喜んで善吉さんの祝儀をあげるということだ。私、ほんまのこと言うと、この頃の善吉さんは何や厳しいさんだね。けど、じっくり顔見てお話しすると優しさが伝わってきて。おおきに、ごちそうさんでおます。そんなら善吉さん、父さんの相手はあんさんです。ここから出ていくのは負けの方だし、負けは起きないの先を綾にしとろうと灰を放り込んで、それをしてもせず灰をかぶってしまったにもろみが沈んでいくのを見届けた。もすけさん以下沖縄の当時の皆さんが新しい酒を作りはったんです。買ったのは沖縄だし。あんたという人は。富蔵、お前これからどこ行くつもりや。あの時のことはなかったことにして、もう一遍この沖縄で働いてみる気はないか。7つの時から面倒見てきた子にはお君もお前も可愛い子供なんやで。無料さん、おおきに、おおきに。母親の愛を知らわてほんまに用意していただきました。この通りだわ。もう何もしらワイにしてると思う時が宝になるからマグロを好きにします。改めて修行の旅に出て、また違うやり方で先を支えてみせます。えらい、よう言うた。おきよ、マスにいっぱい梅にも春入れといなはる。へえ。富蔵、うちの酒に負けんような酒作るにはまずうちの酒飲んでいきなはれ。ゆっきりお嬢さんの気持ち、酒の味一緒にいただかせてもらいます。ほうけんち。はい、どうぞ。うわ、おきよさん、また飲み飲みついてきたな。こんなやつ飲みきれんの。善吉さん、せつけてくれますか。ああ、喜んでつけさせてもらうで。うまい、これぞ梅にも春。いい、富蔵さん、つけさせてもらうたで。おー